次でございます。ナルトシリーズの、キャラクターになれるとしたら、誰になりますか？なぜですか？ナルトね、自分自身がなるってことでしょ？やっぱね、ナルトの、その、よくこれもね、インタビューでも聞かれることなんですけども、その、好きなキャラクターって誰ですか？みたいなね、こと言われるんですけども、やっぱこれも、その時々によって、好きなキャラクターっていうのはやっぱ変わってきますね。少年編。で、あの頃っていうのはやっぱ、鹿丸が一番好きでしたね。で、その後、やっぱりこう、疾風伝になって、暁との戦いが激化してからはやっぱり、イタチが、ウジハイタチですね、が、まあ、すごく好きで。で、物語の後半は、オビト。ウチハオビトがやっぱ好きでしたね。やっぱり、こう、作中の中で、まあ、ちょっと鹿丸は違うかもしれないですけども、イタチはね、オビトに共通しているのは、作品の物語の中で一番苦悩して悩んで、そこからこう、立ち上がろうとしているキャラクターっていうのがやっぱ私は好きなので、まあ、ナルト全体で見ても、やっぱり、オビトっていうキャラクターは、最初から最後までやっぱ一番こう、苦悩して、やっぱ悩んで、まあ、ある種で成長したキャラクターだと思うので、やっぱオビトが好きですね。で、なれるとしたらなんですけども、まあもちろんね、悩ましいところはありますけど、やっぱり、ウチハ一族のこの、シャリンガン。これはやっぱ、もしね、慣れたら使ってみたいですよね。こう、シャリンガンってこう、相手の技を、術をコピーできる。そして、まぁ、ちょっとね、万華鏡シャリンガンに開眼するためには、誰かをね、犠牲にしなきゃいけないし、まぁ、犠牲にするとなると、大体うちのスタッフを犠牲にすることなのかな。ああ、それはちょっとさすがにね、できないと思うんで、私は多分、万華鏡シャリンガンには開眼できないかもしれないですね。けどなんかね、うちは一族でまあシャリンガンは使ってみたいなって、思いますね。まあ、美獣もね、こう、人中劇も捨てがたいですけど、ああ、やっぱ、ナルト作品の中でのやっぱ象徴とも言える、シャリンガンが一番魅力的かなと、思います。